おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日のお茶は氷が入ってるね。贅沢なのか。まだちょっと眠いね。頭だわ。それではお茶いただきます。今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温28度、最低気温19度で晴れ時々雨でしょう。現在気温22度、曇りです。うん、なんか天気がパッとしない。パッとしないね。ね、ただね、ほうれん草、違う、これ食べたいって言ったけど、ほうれん草とどう、どっちだろうよ。はい、今朝の朝ごはんはポークビッツ。決してちょっとこの辺焦げてるけど、決して焦げたなんて言わないで。母ちゃん大騒ぎするほど焦げてないと思うけど、ひょっとして全部下向けてやる。あ、そうそうそう、シシシってか。あ、ごめんなさい、すいません。それでは食べてみて、どうか。そう、サクサクしてるな。新しい食感を発見できるかもしれない。それたまにあるよ、母ちゃん。はい、今日も母ちゃんがネギ切って味噌汁作ってくれました。はい、豆腐たっぷり。ね、相変わらずネギ切るとき泣いてましたよ。もうね、あれダメだよね。うん、なんか裏技使ってもね、ダメだったみたい。あれね、箸加えるっていうね、うん、そう、よだれ垂れそうってなってました。あれね、うん、そんなこと言ったら絶対になるよ、誰でも。あ、そか。はい、朝はめちゃめちゃいい天気ですね。もう夏って感じ。ただ風は涼しいね。過ごしやすそう。車の中は地獄だけどね、多分。それではお仕事行ってきます。はい、今ねバッテリーもう切れちゃってね、このバッテリーだいぶ弱ってんな。しかし今これワイドレンズというか GoPro で撮ってるんで、かなり両サイド映ってるかとは思うんですけど、だいぶ田んぼの稲が青々としてきましたね。このね、田んぼが青くなってくるね、この時期すごく僕大好きなんですね。良くないですか、この景色。まあ、今ちょっと外れちゃったけど、本当はもっとね、田んぼの景色を撮ってたかったんだけど、GoPro のね、バッテリーが、まさかこんなにすぐ切れるとは思ってなかったんでね。今車のね、シガーライターの方から電源取ってね、充電しながら撮ってますけど、 GoPro のバッテリー問題ちょっと深刻だな。なんかちょっと充電しっぱなしでほっとくとね、すぐ膨らんできちゃうしね。バッテリー弱すぎない？まあ、GoPro のね、このヒーロー7に関しては熱が相当出るんでね、およそ 300m 先、そこら辺が問題だよね。6に戻してもいいかな。手ぶれ結構、タイムワープはね、でも捨てがたいところがあるんだけどな。どっちみちね、今これ僕マイクアダプターつけて撮ってるしね、そうなると6で十分じゃねっていう。最近タイムラプスもね、ちょいちょい、タイムワープか、タイムワープもね、 GoPro を使って撮るのもかなり、頻度は減ってきてますし、そんなにヒーロー7にこだわる必要、ウランジのね、このなんていうの、マイクアダプターがちゃんと両方取り付けれるケース出てから7はいらないかな。いらないってことはないけど、まあ、あったらあった方がいいんだけど、6でも十分かなと。本当にバッテリーのこと考えるとそんな感じもしてきますしね。未だにね、この YouTube のライブもね、 720p までしかできないんで、結局ね、外で GoPro 使ってライブ配信するのにもスマホが必要になってくるんで、そうなると GoPro の有利な点はこのただの広角レンズだけだったら、 iPhone に広角レンズ取り付けて iPhone 単品でね、ストリームラボを使ってやれば 1080 で配信できるし、
使い勝手もね、あっちの iPhone の方が、iPhone とかスマホからの方が、全然いいので、GoPro の使いどころがね、最近こう、まあこれからね、夏にかけて、海行ったりね、するんで、そういう時には使うんだけど、海入るのもね、まあ壊れるリスクは飛躍的に上がっ、まあないこと、防水にはなってるんだけど、壊れる可能性としては飛躍的に上がるので、スマホをね、海の中に持ち込むっていうのはね、なかなか難しいことかもしれませんけど、GoPro そんなにいるかと。どうせ海の中で音取れねえんだったら、防水のハウジングつけてスマホ持ち込んだ方がいいんじゃねえっていうのもね、若干思わないことも最近ないんだけど、まあでもね、撮った絵を見ると 4K で、同じ 4K で撮った絵を見るとやっぱりね、 iPhone で撮ったものよりは GoPro の方がはるかにいいので、そこら辺ですよ。画質にこだわる方は、やっぱり、スマホよりは GoPro の方がいいかな、と思う気もしますが、どうなんだろうね。まあ、撮影は撮影で分けてた方が、で、結局電話になっちゃうので、撮影時にね、電話かかってきて、その、録音で、録画データ飛ぶとかね、そういうことはないですし、まあ、どっちにしてもね、撮影してる時に電話かかってきちゃうと、GoPro でもね、音声入っちゃうので、止めざるを得ないっていうのもね、あるけど、運用としては本当に、どうなんだろうね。最近新しく登録したね、YouTuber の方も、iPhone で基本的には撮ってるみたいなんですけど、正直ね、言われないとわかんない。まあ、見てるデバイスがね、そんなでかい50インチのテレビとかじゃなくて、まあ iPhone とか iPad がメインになってくるんで、その辺で見る分にはね、やっぱりあんまり気にしなくてもいいのかなって最近思ったりもします。はい、まあそんな感じでね。あ、この人ここ左曲がるのか。まあ、まあ、持ってる以上はね、僕はちゃんと使っていく予定はしてますが、やっぱりね、グドンミンの方は結構その辺ね、目が肥えてるので、 iPhone 使うときはお手軽な、オフ会の時のね、会場からのライブ配信とかね、その辺だったらまあ許してもらえるかなと思うんですけど、普段の Vlog でってなるとどうなのか。でもね、最近、昨日もね、ギュインさんのね、動画見ててね、思ったんですけど、今ね、同じ構成で撮ってて、唯一違うのがマイクなんですね。ギュインさんがこう、車でこう、撮影してて、GoPro を使ってて、GoPro Hero 7にマイクアダプターをつけて、ブランジのハウジングに入れて、で、ユインさんはオーディオテクニカのマイク。ちっちゃいね、本当にコンパクトな。あれ僕も持ってんだけどね。それを使って撮ってて、僕はね、今、提供受けたね、マイク、ショットガンマイクで撮影してるんですけど、どうもね、まあ、距離のこともあんのかな。でも、ギュインさんも距離だいぶ離れてるんだけど、マイクのね、音がね、小さい気がしてね。まあ、マイクの性能の差だとは思うんですけど、今度撮るとき、このシステムでマイクだけ、オーディオテクニカのね、まあ、ギュインさんが使ってる同じものを僕も持ってるので、それを使ってね、やってみたいとは思いますが、これね、充電しながら撮ると、マイク、あれ、ね、ちっちゃいマイクだとね、干渉するんですよね。このアルファードの中で、その外部マイクまでつけてやる必要があるかって言われると、なかなか、っていう
感じもしますけど、まあ音的にどうだろう、あんま変わんない気もね、内蔵マイクで撮ってもそんなに変わんない気もするので、まあ比較動画一度撮ってみましょうかね。それでは一旦この辺で、ドライブしがてらのブツブツドライブは終わりたいと思います。はい、とりあえずね、お客さんとこ行っての仕事は今ね、午前中は終わりました。でね、今同じ GoPro セットなんですが、マイクをね一旦抜いてみました。ハウジングはね、ウランジのマイクアダプターが入るケースにね、そのまま入ってはいるんですけど、マイクアダプターを抜いてみました。なので今音声は、内蔵マイクで、 GoPro の内蔵マイクで撮ってます。これでね、こう往路と復路と音声差がなければ、このマイクがダメなのかな、どうなるかちょっと楽しみなんですけど、なんか信号変わんないんで動きがないから、見てる皆さんあんまり面白くないね。あとね、この GoPro のウランジのハウジング、これのね、一番その何ていうのかな、困ってる点は、今まで使ってたね、GoPro 用の ND フィルターが使えないっていうことですね。全く ND フィルターが使えないわけではないんですけど、僕が持ってるのがね、GoPro のあのレンズカバーっていうのかな、その上にカポッとはめるタイプの ND フィルターなんですけど、それだとね、はまらないんですよね。このケースで使えるのが GoPro のあのクリアカバーっていうのかな、レンズの、あれを外しちゃって付け替えるタイプの ND フィルターであれば問題なく使えるんですけど、あれめっちゃめんどくさいんですよね。硬いし、 GoPro のこのレンズカバーね、手で外れるのかな、相当指のピンチ力がいるよね。なんでなんか道具持って歩かないといけないし、で例えば今日の天気だと、今は晴れてますけど、多分午後から曇ってきて雨が降る感じになると思うんですけど、そういう時にね、じゃあ明るさが変わって ND フィルターも暗くなったからいらないやってなった時に、すぐ外せないんですよね。わざわざケース、このウランジのケースから取り出して ND フィルター外して、純正のレンズカバーに戻して、またウランジのハウジングの中に入れるというね、この作業がね、一回のことであれば別にいいんだけど、毎回毎回やるとなるとすごくめんどくさいんですよ。あんまり前の車に近づくと砂利落ちてくるな。なんでそこら辺がね、運用の仕方としては、こう毎日使って毎日やる作業ってなるとめんどくさい。ウランジのハウジング削ってやろうかな。なんでこのレンズ周りのこのなんていうのカバーつけちゃったのかね。そこがすごく邪魔だよね。これ多分プラスチックなんで、何かで削る、あのヤスリとかで削れば取れるのかな。これすごい邪魔なんだよね。なんか皆さんそこら辺対策している方は見えるかな。本当に誰かやっててね、その通りに上から被せる ND フィルターがつけれれば最高の形になると思うんだけどね。うん、まあ、というわけで、地元の方に戻ってきたので、ここら辺で内蔵マイクの検証は終わりたいと思います。本日のお昼ご飯、氷見うどん。今日は本当暑いからね、この冷たくてツルツルしたうどんをいただきます。
はい、母ちゃんがめっちゃネギ切ってくれた。泣きながら。もうなんかね、あなたへの恨みがつながった。なんで？なんか締めじゃないと。俺のせいなの。はい、母ちゃんのお袋さんがね、手作りしてくれたエビフライをね、実家でもらってきてくれたので、天ぷらうどんとしてこのひみうどんと一緒にいただきたいと思います。めっちゃもちもちして美味しいよこれ。うん、母ちゃんの茹で方上手だね。めっちゃもちやろ。はい、完食。あ、今なんか横から手が出て尻尾取られた。エビの尻尾はね、なんか何かになって、何か女性の何かカルシウムね。そうよ、うん、俺は尻尾食べない派だもんね、うん、ごちそうさまでした。はい。